カフェの看板エフスキー大通り18番の建物文学カフェはロシア第二の都市サンクトペテルブルクにあるカフェレストランでプーシキンやドストエフスキーが出入りしていたのでその名がある文学カフェの歴史は18世紀中旬に建てられたビルを1812から15年にコトミンがアパートメントコトミンビルとして修復しその1階にボルフベランジェガ支店を開いた 1934年に中国カフェも開店して、菓子店を含めた、そこは、プーシキン、レールモントフ、シェフチェンコなどの文豪が集まるクラブ風場所になった。1837年、プーシキンはここで、海添え人のコンスタンチン・ダンザスに会い、ジョルジュ・ダンテスとの決闘に臨んで、決闘で受けた傷が元で2日後に亡くなっている。この数日後、フェオドル・グリンカはレールモントフが、 プーシキンの詩を悼んで書いた有名な詩、詩人の詩をウラジミル・ブルナシェフにここで読んで聞かせている。1840年、ドストエフスキーはここで空想的社会主義を標榜するミハイル・ペトラシェフスキーに会っている。1877年にこの歌詞店は閉鎖され、その代わりに高級レストランが開店し、チャイコフスキーやシャリアピンなどの音楽家が集まった。ある日、 チャイコフスキーはそこで水を所望し、それが原因で、これらで1893年に亡くなったとも言われている。1858から2001年には地下に古本屋ができ広く知られた店になり、1978から81年にはビルが全面的に改修されて、1983年には文学カフェが開店した。2階の様子現在文学カフェは1。 2階を閉め、ここへ出入りした文豪の写真が飾ってあり、2階には、プーシキンの老人形がテーブルに向かっている。カフェと呼ばれているがあらゆる料理、飲み物が出る、普通のレストランで、サンクトペテルブルクの目抜き通りである、ネフスキー大通りに面していて便利なので、観光客も訪れる名所になっている。ロシアの伝統に則っ,って、死の朗読会も時々開催されている。 コーヒーも飲めるが、ロシアの伝統的飲み物は紅茶であり、サモアールを使った紅茶も出て、ケーキを食べては紅茶を飲み、ジャムを舐めては紅茶を飲む。ジャムを紅茶の中に入れることはしない。サンクトペテルブルクにはドームクニーギーのカフェ、インターネットカフェなど,などなど知られたカフェがたくさんある。モスクワには、シンアルバート通りにあるドームクニーギーの文学カフェなどがある。 日本にも文壇コーヒービアがある。文学カフェはまた文学に関する有料、または無料の講演会を文学に関するインターネットサイトを意味することがある。ありがとうございます。